はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はクラン対戦からタンクホール10のねちょっと動画を1本見ていきたいんですけども、これがねちょっと面白いんですよね。今までコウモリの呪文、これってねタンクホール12で結構よく使われたと思うんですけど、今回ね10でちょっと使った動画があったんで、これはねぜひ参考になると思って、上げさせてもらおうかなというふうに思いますね。でまあ早速ちょっと見ていきたいんですけども、こんなような、相手の配置ですね。でこれを、クイヒーラバルで、潰していくっていう考え方なんですけども、まずねこの一時方面から、ベビードロでサイドカットしながら、クイーンを、アチャクイーンの形で進めていくという感じですね。で狙いはここの対空砲防衛施設、相手のアーチャークイーンですね。で、バスター1個持ってきてますよね。でこのねウォールバスターなんですけども、これの狙いはここの対空砲とインフェルノタワーですね。これを狙っていきます。まあね今回まあどう考えたんでしょうね、この空パートで回していきたいなっていうことをまず考えたんだと思うんですけど、そうした場合にねなるべくその対空施設の、まあ、天敵である対空砲とインフェルノタワー、これをどう効率的に潰していくか、でさらにはラババルのルートを作っていくかっていうと、これ結構合理的ですよね。上半分って割とその対空施設は対空の天敵は多いんですけども、陸パートの天敵となるものはまあインフェルノタワーぐらいなんで、ここからね一気に入っていこうと、あんまりダメージがね、上側っていうか今クイヒで壊した側には、陸パートにとっては集中する箇所ってそんなに多くないですね、まあ、気をつける場所が少ないと。ここでねコウモリをこんな形で使うんですよ。どうですかこれ使い方、これ面白いですよね。ラババルで裏からねコウモリをこう刺していくっていう、まあ、使い方ですよね。ちなみにこれ初見です。初見なんで、まあ、どっからテスラが入ってくるかとかいうことが分かんないんですけども、こんな形でねあれよあれよという間にかなりねこれユニットがこう残ってますよね。で、まあ、最終的にはコウモリが結構残って、でこいつらがこうね、施設の回収までやってくれるなんていうような、まあもう余裕の全開になりましたね。まあ相手のね防衛施設自体も例えば対空砲なんかは完走じゃなかったりっていう点はあるんですけども、まあそれにしても余力がねまあすごい。で結構ねこの攻め方をする場合、もしかしたらねこれコウモリじゃなくってヘイストでもいいんじゃないのっていう風に思う方いると思うんですけども、これねコウモリを使う利点っていうのが実はちょっとありますね。私も思って考えてみたんですけど、ちょっともう一回リプレイ見ながら話していきましょうか。でねヘイストを使わずにコウモリ使う利点っていうのは、一番はねヘイストにバルーンを乗っけていこうと思うとヘイストの打ち損じっていうのがありますよね。一番多分これリスクですね。ヘイスト使う場合のバルーンが全然意図した場所と違う方向に走っちゃって打ったヘイストが無駄になるっていうあれですね。それがねコウモリの呪文はないですよね。でもう一つ言うと、コウモリの呪文だったらそのバルーンがどういう風にね施設をこう追っかけていって前進していこうとも、コウモリの呪文っていうのはバルーンが壊し損ねた防衛施設を壊してくれます。なので、ラバの次に出したバルーンがこう面で進んでいけるわけですよ。わかります？例えばねこれから、ラババルパートがこう始まりますけども、こうラバとバルーンを出していくじゃないですか。でバルーンがね普通にこう前進していくとこう防衛施設を追っかけていくんで、例えばここのテスラが残っちゃうよとか、この辺にあったアチャトがね残っちゃったとかね、で延々とバルーンが打ち続けられてラバハウンドと距離が空いちゃってやられちゃうとか、そういうリスクがあるんですけど、これコウモリの呪文こんな遠くに打ってるじゃないですか。そうすると次々出てくるコウモリが適宜自分のその発生場所から一番近い防衛施設をめがけて進んでいくわけですよ。そうなってくると、例えばね1個ここに防衛が残っちゃいましたとかなったら、これを無視せずに攻撃はコウモリはここに向かってきますよね。そうすることによって、ラバーバルのバルーンパートっていうのが見てもらって分かるように、ダマになって面でぐーっとねその戦線を押し上げていってくれる、こういう格好ができるわけですよね。これがこの攻め方、まあそのヘイストではなくてコウモリを使った場合のものすごいね大きな利点だと思いますね。これは本当に何て言うんでしょう、画期的だなっていうふうに思いました。まあねでもちょっとこれはやっぱり
まあ、使い方にコツがあるというか、まあ、癖があるというか、私もね、この前回を見た後に、だったらね、タウンホール12でやっているような、そのコウモリを最初にね、こうレイジに乗っけて打って、ある区画をこう一気に、例えばこの辺だったら、まあ、この辺にドーンと打って、全部潰して L 字を作ってドラバルで攻めるとか、あとは、ラバハウンドを大量に出して、裏から一気にコウモリで、あとバルーンとかでね、こう刺していくみたいな、そういうやり方っていうのも考えてみたんですけども、でやってみたんですよ。もうダメですね、これは。ダメでした。っていうのは、やっぱりね、コウモリの発生個体数が10のマックスと12のタウンホール、ね、のマックスだと倍半分違うんですよ。それがまずすっごい大きい、大きいっていうのと、あとまあそもそもラバハンドだったりね、の体力、あと持っていけるまあユニット数っていうのもさることながら、グランドウォーデンがいないっていうのが大きいですね。あのウォーデンがいることによって火力が集中するゾーンでトームを打ったりできるじゃないですか、まあ、それもないし、バルーンやラバーハウンドだったりね、あとまあドラゴンだったりの体力を底上げしてくれる効果もない、ないので、思ったほどね、あのドラゴンとかね、このラバコウモリのコウモリが伸びないんですよね。ちょっと対空砲と防衛施設の間が空いちゃったりすると、あっさりウィズ島にやられたりとかしてしまうので、コウモリがねやられちゃうので、やっぱね、あのタウンホール12のように銃でコウモリを使うっていうのはまあ得策ではないのかなっていう風に思いましたね。なんで今みたいな形でこうバルーンのね、ラバルを使うときにルートを作っておきながら、例えばこのクイヒーとね、ここに入ってきたバスターのようなもんでルートを作って、まっすぐだったり L 字にねもう進めますよっていう状態を作っておいた上で、バルーンをサポートする意味でああいう風にコウモリを打っていくっていうのが、タウンホール10でねコウモリを使う場合には、まあ、私今のところは一番いいんじゃないのかなっていう風に思いますね。いやこれはねでも面白い全開でしたね。あのぜひぜひ、まあ、フレーチャレでもね、あの皆さんぜひコウモリって、まあ、どんな風な使い方があるのかなっていろいろ試してみると、あの面白いかもしれませんね。タウンホール12だと結構バリエーションがいろいろ紹介されてるんですが、11以下ってそんなにまあ見たことがないので、新しい発見がね、もしかしたら皆さんの手で、あるかもしれませんので、試してみてもらいたいなというふうに思います。まだまだ可能性ありそうですね。というところで、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、カンクラにも遊びに来てください。それでは、本日は失礼いたします。バイバイ。